は、高地競馬10レースファイナルレース 1300m です能力偏差値ですが B ランク2頭 C ランク3頭のレースとなりますこれから偏差値上位馬の適正分析を指数グラフで解説していきます最後に適性を反映した予想印を公開します指数グラフの基本的な見方ですが横軸は日付の時系列 右端が今回のレースとなっています。指数は青色の折れ線で表されます。黄色線は連帯目安ラインとなります。この黄色線を上回っていれば高指数と判断できます。それでは指数グラフを使い解説していきます。暫定20丸を打っています。2枠2番、メタモルフォシスでで、です。す。能力偏偏差差値値ははは、トップラランクは B ランクク B となります近5層では前層 3走前に黄色線を上回っています。能力的には一歩リードしています。連帯確率は高いです。全馬比較のグラフへ切り替えます。この馬の黒色は一歩リードした存在であることがよくわかります。指数の青線の傾向を見ていきます。指数の上下が激しく当てにできないタイプです。距離適性を見ていきます。距離は紫色の丸です。今回は 1300m となります。 指数がピークとなっている1層前はピンク色の着順が5着で紫の丸が13003層前はピンク色の着順が2着で紫の丸が14001300は守備範囲です展開面を見ていきます先行力分析シートでレース展開予想を解説します一角侵入予想図ですが逃げ馬が2頭います先行タイプが3頭います この一角侵入予想図の状況からは、ミドルペースが予測できます。客室による有利不利は少なそうです。指数グラフに戻って、この馬の客室を見ていきます。一角通過順位は、オレンジ色の四角で表されます。指数がピークとなっているところは、一走前は5番手からの競馬です。3走前は3番手からの競馬です。後位からの競馬が良いタイプです。展開分析シートを見ていきます。 先行力は17で5位です。上がり指数は18で11位です。平凡な先行力で好位につけられないリスクも若干あります。展開面のリスクは少ないですが、大きくは評価できないです。馬場状態を見ていきます。馬場状態はグレーの丸で表されます。両馬場では指数を落としています。明日も、両馬場なら、マイナス評価した方がいいです。次の馬を解説していきます。 暫定丸を打っています。3枠3番、アルタグラシアです。能力偏差値は2位で、偏差値ランクは B ランクとなります。金5層では、黄色線を上回ったことがありません。能力的には、2番手グループの一角で、連体資格は十分です。指数の青線の傾向を見ていきます。金層は、指数の青線が右肩上がりで調子が上向いています。距離適性を見ていきます。 指数がピークとなっている前走は1300。2走前の1400では高指数をマークしており、1300は守備範囲です。展開面を見ていきます。指数がピークとなっている1走前は5番手からの競馬です。中段より前目からのちょい差しが良いタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は46でトップです。上がり指数は33で2位です。高い先行力と上がり指数で、 ちょい差しが効くと思われます展開面はプラス評価してていいですす馬馬体体を見ていきます馬体は黒色の折れ線、馬体重の黒線と指数の青線が正比例しています。明日も馬体が増えていれば、プラス評価していいです。次の馬を解説していきます。暫定黒三角を打っています。5枠5番、ソーラーストームです。能力偏差値は3位で。 偏差値ランクは C ランクとなります。金5層では、4層前に黄色線を上回っています。能力的には、2番手グループの一角で、連体資格は十分です。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっている4層前は、紫の丸が1400、2月は1300、1300は守備範囲です。展開面を見ていきます。指数がピークとなっている4層前は9番手からの競馬です。 2月は7番手からの競馬です。中段より後ろ目からの差しが良いタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は17で7位です。上がり指数は27で6位です。平凡な上がり指数で、差せないリスクも若干あります。展開面のリスクは少ないですが、大きくは評価できないです。次の馬を解説していきます。暫定白三角を打っています。5枠6番、ブルーメイアです。 能力偏差値は4位で偏差値ランクは C ランクとなります。金5層では5層前に黄色線を上回っています。能力的には2番手グループの一角で連帯資格は十分です。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっている2月は1300、12月は1300、1300は守備範囲です。展開面を見ていきます。指数がピークとなっている2月は5番手からの競馬です。 12月は5番手からの競馬です。中段より前目からのちょい差しが良いタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は16で9位です。上がり指数は30で3位です。まずまずの上がり指数で、ちょい差しを見せられそうです。展開面は、若干のプラス評価していいです。次の馬を解説していきます。暫定×を打っています。7枠9番、大和リアクションです。 能力偏差値は5位で、偏差値ランクは C ランクとなります。金5層では、前層に黄色線を上回っています。能力的には、2番手グループの一角で、連帯四角は十分です。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっている1層前は、紫の丸が1300。1300は適距離です。展開面を見ていきます。指数がピークとなっている1層前は7番手からの競馬です。 中段より後ろ目からの差しが良いタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は十六で八位です。上がり指数は二十八で四位です。平凡な上がり指数で差せないリスクも若干あります。展開面のリスクは少ないですが、大きくは評価できないです。以上の適性分析を考慮しました。最終の予想印です。本命二十丸を打ったのは三番です。 能力偏差値は2位の B ランクです。展開と調子を高評価しました。対抗丸を打ったのは2番です。能力偏差値はトップの B ランクです。枠順と調子にリスクはありますが馬剣ですが丸を打った3番アルタグラシアを軸に相手は二重丸を打った2番メタモルフォシスと黒三角を打った5番ソーラーストームと白三角を打った。 6番ブルーメイヤとバツを打った9番大和リアクション3着はその他印から選んでください。